著名人やその道の専門家が登壇する高知市科技大学。高知愛ではちょっとだけ補習授業と題して講演の様子や講師の横顔をシリーズで紹介しています。4回目の今日は牧野富太郎博士の生涯を描いた小説ボタニカの作者、小説家の浅井真可さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今月22日、高知市科技大学に登壇した小説家の浅井真可さん。大阪府出身で、2014年に連歌で直木賞を受賞し、小説ボタニカでは牧野富太郎博士の波乱万丈の人生を描きました。講演の依頼をあまり受けないという浅井さんですが、高知は特別な場所として親しみを抱いてくれています。いざこうやって出てくると、あー、高知楽しい、美味しい、気持ちいいってなるから、やっぱりたまにはこうやってお受けするのいいなと思ってます。お顔の表情からね、喋り終えられてまた良かったなって今のお言葉で我々もホッとしました。いやありがとうございます。拍手でお迎えください。浅井さんがテーマにしたのは富太郎と林太郎。これまで作品で描いてきた牧野富太郎と森鴎外について、同じ時代に生きながら経歴や考え方が全く異なる2人の違いを写真を使いながら紹介しました。それはもう経済観念ですね。育ち方もあって、さっきも言いましたように、2人が幼い頃はもう牧野家の方がはるかに裕福です。で、森家は長男に学問をさせて立身出世をさせるためにも家族全員が倹約して我慢を重ねて、でも富さんはもうことお金についてはその 後先を考えるような育ち方をしてない。だから扱いっぷりが尋常じゃないので、借金が膨らんで。正反対の2人ですが、共通することもあると浅井さんは話します。もう途方もない努力をしているし、2人ともやっぱり好きを貫いているので、富さんがもうほっといたら夜も寝ずにずっとこう歩机に向かっていろいろやっていたように、鴎外も日中は官僚としての仕事で、夜文筆家として作家としての仕事をして、後世の人間から見るとやっぱり人生をかけて天命に応えた人たちだなと思っていますね。また浅井さんは牧野博士が破天荒な人生を送りながらも果たした役割について改めてこう評価しました。植物図鑑の執筆と編集、さらに植物採集会を通じて、日本の民衆に植物学を開放した。つまり富さんは植物と人間の仲立ちをした人だと。言ってみたら、その偉人だけじゃない人間牧野富太郎の部分って、あ、そうだったんだっていうのがたくさん今までも聞こえてきてたんですよ。浅井さんはこの本を通じて牧野博士、人間牧野博士についてはどういう人物だというふうに思いながら描いていらっしゃるんですか？とても緻密な頭脳と努力って、今そのダサく響くのかもしれないけど、誰にも見せない努力の部分っていうのがやっぱりあるわけですよね。それがあるからこそ、後世の私たちは彼が暴れるのを面白がってれるっていう感じはしますよね。浅井さんには科技大学で伝えたかったある思いがあります。肩書きとか、後にこう作られたイメージってやっぱりありますよね。でももちろんそのものすごい欠点も持ってたわけで、お互いそれぞれね。でその欠点も含めて、成した偉業だけを見るのではなく、成功だけを見るのではなく、それまでどう生きたかを皆さんにも一緒にちょっと体験してもらえたらな。最後にチェンジをテーマに
今変わりたい人にエールを送ってもらいました。やるべきことをやるだけやったら、あとはなんとかなるろうです。本人は本当にいつもね、笑顔でなんとかなるろうみたいな顔で写真にも写ってるんですけど、実際にはね、妻の末さんや周囲の人々がなんとかしてきたわけなんで、今は成果をすぐに求められる時代ですけれども、で当時もそうなりつつありましたけれども、富さんはそういうことを頓着してないんですよね。100年後役に立つか立たないかってことにも夢中になっている。だから周囲の人々は、彼を助けたし、やっぱり夢を託したようなところがあったと思います。それでこの言葉一押しです。というわけで、浅井若手さん、なんとかなるろうと土佐弁で書いてくださいました。はい、浅井さんの言葉というより牧野富太郎博士の言葉という印象も受けます ね、うん、ね、まあ、多くの人たちにこう支えられながらではありますけども、こうなんとかなるろうという思い持つこと大事かもしれませんね。はい、次回なんですが、京都大学 iPS 細胞研究所所長で教授の高橋淳さんの登場です。ガキ大学、ちょっとだけ補習授業でした。